どうも、なおやの実行チャンネルです。今回は愛知県私立高校の体験入学学校説明会、これについての話をしていきたいと思います。ちょうど5月の8日に一覧が公開されました。もし詳しく見たいという方は井野塾のブログ、下の概要欄コメント欄に貼ってありますので、そちらをぜひチェックしてください。体験入学行ったらどうなるんや、学校説明会で何聞けばいいんや、こういったことわかんない方がいらっしゃるかと思いますので、こちらをね今回説明していきたいなと思います。それではどうぞ。まず一つ目は場所を知ることができる。学校の名前は知ってても、どれぐらいの距離とか通学に便利か不便か、こういったことがやっぱりわからない。僕の高校でもあったんですが、すげえレベルが高い高校だって言ってそこを選んだんだけども、通学で1時間半かかったとか、まあ慣れたらね苦ではないらしいんですけども、やっぱ遠いです。そういったことがわかります。そのため一度学校に足を運ぶということはしておいた方がいいとは思います。次に2つ目、学校の雰囲気を知れる。特に私立高校なので、運動場、体育館、教室すごく綺麗で、すごく設備がいい、こういったことがやっぱりわかりますよ。中には教室が汚いとか、壁に落書きが多いとか、そういったことも分かったりとかするので、ここの学校受けようかなとか、ここの学校やめとこうかなとか、そういったことも分かります。皆さんも受験の時に学校選ぶと思うんですが、その選ぶ時にさ、偏差値だとか内申点だとか、まあ、そういったことでやっぱ選ぶ子多いんですよ。だけど学校に行けるチャンスなんてそうそうないので、ぜひおすすめです。3つ目、部活動の本気度が分かる。これもよくあるあるなんですけども、陸上部入りたい、野球部入りたい、だけど全然活動してない部活とかもやっぱあるんですよ。昔僕の生徒が登山部に入りたいと言って、登山部をねいろいろ見たんですけども、名前だけ見ると登山部だから活動してるように見えても、実は全然活動してないってことがありました。だから部活のね本気度を知るっていうのもすごく大事だと思います。4つ目、学校の方向性を知る。よくあるのが、大学受験を本気でやるのか、それとも推薦で行かせるのか、こういうところねあんまり言ってはくれないんですけども、ただそういった資料が配られる場合があるんですよ。そういった資料を見ると、あれここの学校国立大学全然受かってねえぞとか、そういうのやっぱ出てきますよ。特にね合格実績で見てほしいのは、南山大学、名城大学、この合格実績です。もし南山名城の合格実績高ければ、そこの学校は学力的なもの、もしくは推薦のもの、こういったものが充実してる可能性が高いです。ただね、最近は私立高校探究型というものが増えてきました。いわゆる好奇心、こういったものに興味持った、じゃあ僕はこういうの頑張ろうとか、そういったことを育てる授業かなり増えてきました。こういったこともね説明会行かないとわからないので、ぜひチェックしてほしいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。僕はね田舎だったので、学校説明会全然行かなかったです。なんでかっていうと、行っても分かってるし、あとは受けられる学校も少なかったんですよ。そのため学校説明会は受ける学校、受けたい学校、ここまでだったらまあ落としてもいいかなっていう学校、この3つぐらいは行ってもらった方がいいかなと思います。よく行きたい学校だけ行く子いるんですけども、滑り止めの学校はね絶対に行った方がいいですよ。後々問題になります。受けたくないけど、行きたくないけど、だけど受ける学校ってやっぱあるんですよ。そういった学校もね、学校説明会とか行ってみると結構良かったりとかするので、おすすめです。ちなみに申し込み方法はほとんど中学校で申し込むはずです。保護者の方はホームページとかをチェックしてください。伊能塾のブログの方でも更新していく予定ですので、ぜひ、ね、そちらもチェックしてください。また何かあれば生放送でも相談受け付けてます。ぜひ、ね、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。